おはようございます。シリーズでお伝えしている IBD 炎症性腸疾患と生きる、今日は2回目です。潰瘍性大腸炎やクローン病といった IBD は症状が治まったり悪くなったりを繰り返すことが多い病気です。今日は自らも潰瘍性大腸炎である専門医と病気との上手な向き合い方を考えます。現代人を襲う様々な病、健康で自分らしい生活を送るために、病を正しく知り生きる力へ。では今日は北海道大学病院消化器内科の桂田武彦先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずですね、桂田先生は9歳の時に潰瘍性大腸炎を発症されたそうですね。当時はIBD ですね、炎症性腸疾患をしている人は全然いなかったですし、私自身も当時はこの病気についてよく分かっていませんでした。小学校の時は苦労しましたけれども、中学高校と幸いほとんど症状がなくて、で治療もやめていたので、もうずっと治ったような気分でいたんですね。本当に悪くなったのは大学ですね、医学部入って5年生の頃で、臨床実習が始まった頃になります。でちょうどその時期になると国家試験の勉強とかも本格的にやらなきゃいけなくて、まあ、プレッシャーがかかったのか、だんだん調子が悪くなりまして、で一番ひどいのが6年生の臨床実習の最中に、手術見学してる時にオペ室のトイレでお腹痛くて入って、便器が真っ赤っかにやつっていうようなことを経験して、で、その日そのまま緊急入院にっていうふうになりました。それはショックだったんじゃないかと思いますけれども、というわけで IBD の患者さんは学校や会社に病気のことをどう伝えるのか、そして医師へどう相談したらよいのか、コミュニケーションが重要になってくると言います。そこで教えて桂田先生、 IBD コミュニケーションの心得と題して教えていただきたいと思います。まずは心得その1、積極的に知ってもらって前に進もう。先生、これはどういうことなんでしょうか。私の経験でも、治療すれば治ると思っている患者さんがいて、で上司から、入院してしっかり治してこいと言われて困ったという話を耳にしたことがあります。IBD はやっぱ治らない病気で継続した治療が必要ですので、続けて治療しなきゃいけないということを、基本的な情報としてきちんと伝えた方が、その後の仕事もしやすいと思いますし、病気を隠すよりはやっぱり積極的に知ってもらって、それで前に進めるということも多いかなというふうに思ってます。なるほど。さて続いては心得その2、ストレスは諦めずに相談するべし。いろんな理由で調子は悪くなると思うんですけども、やっぱり再燃ですね、悪くなるのってストレスがこう重なって、っていうの多いと思うんですよね。でそれをですね、仕方がないって諦めるのではなくて、主治医にその点についても相談していただけると、助かるとかやりやすいなと思います。で自分自身もやっぱり、医者になってからも何度か調子が悪くなってますけども、経験上やっぱり終わりがこう分からない苦痛とかですね、あと未経験のプレッシャーとか、そういうような時にやっぱり調子崩すことが多いんで、もうやり方が分かっていてやりがい感じてるとか、そういうような時には意外と大丈夫だったりもするんですよね。でもですね、やっぱりこう学校とか仕事を突然辞めるわけにもいかないですし、どうにもできないストレスっていうのもあると思うんですけど、そうですね、そういう場合は一度ちょっと入院とかしていただいて、いろんなそういうプレッシャーから一回距離を置いてもらうというのをお勧めすることもあります。案外その目の前にあるこうプレッシャーストレスからちょっと距離を置いて離れているというだけで、それだけで少し良くなるという方も実際はいると思います。そうなんですね。続いてはこちら、診察の心得となります。心得その3、毎回聞かれる質問すぐ答えられる準備を。僕ら病状を確認する上で、体重とか便の回数とか、熱はないですかとか、血便出てませんですかとか、必ず聞く項目があります。
でそれはですね、毎回毎回受診のたびに同じことをやっぱり聞いてるわけですので、うん、答えをある程度考えておいてくれると、はい、よりですね、効率的に診察ができて、いい治療につなげることができるかなと思います。なるほど。その他、診察の際に準備しておいた方が良いということありますか？ご自身 そのスケジュールですね、それは把握しておいていただきたいと思いますね。はい、次回受診日いつにしましょうかって言った時に、手帳持ってきてない方分かりませんとかそういうことで次の受診日は組めないっていうようなことになると非常に時間がかかって困ってしまうんで、そこは準備していただけるといいなと。なるほど。例えば学生さんですと、例えば試験ですとか夏休みの予定などスケジュールを、ね、事前に伝えた方がこう治療計画も立てやすくなるということですよね。結構体調良くない方、はい、特にやっぱり試験とかだとプレッシャーで調子もやっぱ崩しやすいっていうのもあるんで、その前だけでもちょっと治療を強くするとか、それはあらかじめ相談していただけるといいかと思いますし、でもこう先生の前になるとちょっとこう遠慮してしまって、お話できなくなってしまう方もいらっしゃると思うんですが、確かに結構忙しいは忙しいで混んでるし、先生ね、ただ遠慮することはやっぱなくて、コミュニケーションがうまくできない方っても当然いると思うんで、そこはあんまり無理して、というよりは言葉で伝えるのが難しければなんかメモに、トイレ何回とか書いて渡してくれるというのでも全然いいかと思います。そうですね。この後はライフスタイルに合わせた治療の心得とは。さて、 IBD の研究は進み、治療薬も続々と登場し、その選択肢も増えています。だからこそ医師とのコミュニケーションも重要になってくるわけなんですが、そこで治療の心得ということで、心得その4、継続第1、ライフスタイルに合わせた治療を。先生、継続が大事ということですね。どんなにいい薬で効果が高いとかっていう薬であっても、その方の生活の中でその治療を継続できなければ全然意味がありませんので、患者さんの性格であったりとか、住んでる環境とか、仕事とか学校とかね、そういったライフスタイルに合わせて、飲み薬がいいのかとか、注射がいいのかとか、その感覚はどうとか、そういった治療法をそれに合わせて選択する必要があると思います。なるほど。例えば忙しくて病院にかかる時間が長く取れない人とか、 あとどうしてもちょっと不規則になりがちな方とか、そういう場合は時間がかかる点滴治療とかよりは、すぐに終わる皮下注射とか飲み薬とか、そういったものがいい場合がありますし、あとやっぱり病院でしっかりと治療を受けたいというような患者さんもいらっしゃいますので、そういう方は点滴治療がいい場合もあります。なるほど。実際に IBD の体験者でもある桂田先生が、患者さんとのコミュニケーションで気をつけていらっしゃることっていうのは何かありますか？はい、どうしても病状のことばかり聞いてしまいがちになるんですけども、やっぱり生活全般に広げて困っていることはないかというようなことを聞くようにしてます。やっぱ例えばこう病気が、うまくコントロールできて、検査とかのデータが良くなっても、やっぱりその患者さんがトイレが心配なんで外出がまあまりいませんとか、QOL がやっぱり低下していたら、やっぱり治療目標を達成してるとはちょっと言えないと思うんですよね。で、IBD っていうその病気ではなくて、やっぱり患者さんその人全体を見るようにというふうにするのが大切かなと思っています。IBD と向き合うために先生からメッセージをお願いいたします。はい、私自身も潰瘍性大腸炎を患っていろいろ苦労してきましたし、これからもいろいろ苦労するかなと思うんですけど結構運悪く病気になっちゃったって感じてる患者さんは多いかもしれないんですけども、病気になったおかげで、出会えた出会いとか、僕自身もそれで使命に感じたところもありますし、病気になったからこそ今があるかなというふうに思ってますんで、皆さんもですね、病気だから諦めたりせずにいろんなことをチャレンジしてくれたらいいなというふうに思います。病気だから諦めない、すごい心強い言葉でしたけれども、桂田先生、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。